じゃあ皆さんこんにちは。今日は201回ということで、非常に地元学もだいぶ長くなりましたけど、コロナの影響で我々も非常に最先端の技術を導入してですね地元学をやるようになったという、で今回は201回ということで、非常に記念すべき200回目を越したという、で長年付き合ってます渡辺八重子さんに、今日も日本のどういうか福島のという名話なんかをこう語っていただこうという、そんなことで考えてます。じゃあ初め代表の子から一言。皆さんこんにちは、ようこそおいでくださいました。私は渡辺八重子さんの語りが大好きなんです。それで年に1回はお聞きしたいなということで、本当にわがまま言って今日来ていただきました。特に今日は県北と会津ですかの民話を中心に、お話をしてくださるということです。本当に八重子さんは素晴らしくこのエネルギッシュな方で、序談連という組織があるんですけどね、私も若い頃からボランティアやってるんですが、序談連って聞くとわーすごいなって、なんか昔わかんないんですが思ったんです。すごい人たちが組織している、団体なのかなって思ってたんですね。そしたら八重子さんが3代目の会長さんでいらっしゃるということで、ああさすがすごいなと思ってます。序談連、女性がやっぱり活躍する時代の幕開けとして八重子さんは活躍なさってる方です。今もそうです。素晴らしいアイデアがこうどん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 何か話をしていると浮かんで来られますね。ぜひ実現していただきたい。夢は確実に実現することを私は信じています。それではどうぞ八重子先生よろしくお願いいたします。先生と言わないでくださいと言われました。八重子さんどうぞよろしくお願いいたします。拍手でどうぞお迎えください。で、本当はメモしてくればいいんだけど、今日何語かなって。ダメなのは私はその場に臨まないとね。それで今熊が あちこちね、歩き回ってるんですけども、つい最近10日くらい前だったかな、松川に熊現れる。私松川に住んでますから、でも朝の5時半頃行ったんだべなと思ったから、そのままだったの。3日経ってから八重子さんのな、下な、道通って丹治さんうちの塀乗り越えて、そこの畑取って俺はうちの畑さ入ったんだぞいってこう言わっちゃうのね。ああなんだ、わちのすぐ道の下熊のそのそ歩いてたのかとね、あららら、ら熊もここまで来たんだなと思いました。でなんで熊来るんだっつうと、山に餌がねえから来るんだわね。で福島県でマタギっていう名前のついた人は一人しかいらんねん。金山町の駅前で食堂やってたんだけど、猪俣さんっておっしゃる方で、その方のとこに行ってね、いろいろお話聞いたことあるんだけれど、その方の映画を撮った監督の方と親しくしてるもんだから、阿鼻子さんってね。で要するに熊が悪いんじゃねえんだぞと、人間様がブナの木切っちまって杉植えだべと、だから熊は餌が山にないから仕方がなくて里に降りてくんだぞということで、ああそうかと思いました。でもね、昔から熊と人間は共存したんだから、やっぱり今は共存できないでいることは人間の方がちょっと悪いのかなと思うのね。でまずだから熊の話からするしかねえわな、はい、まだちょっと早いんだけど、これ年の暮れの話だからな。長芋掘りの大好きなじいさまいたんだと。で山で芋めっけたもんだから一生懸命掘ってたんだけども、我がの力ばっかりで掘るよねんだと。いやいやな、この芋な、ほんの助けてくれる人がいたら、おらの孫娘一人だから、それさ無言取ってやるわいって一人ごと言ってたんだぞ。したらな、まんもなくしてんな、おじさんって声かけるのがいいんだと。取り向いたら熊でっけえ黒熊いたと。ちょっとじさまビビったけども、なんだいったら、俺その芋掘ってやっから、おめえのいさ婿様に一くりかいって、
あ、はい、ちくれるわよ、今ほっちくれんだら言ったら、いや熊本気になってない、今掘りして食っちゃうんだと。長いね、逃げ回るそらべな、逃げになってな、逃げ回るようなでかい長い芋掘り当てたと。ほんで喜んでじいさまな、カッピとしたら、いつ行けばいいだって、あんだな、あれだから正月3日かとかって言って、で別れたんだと。じいさまそんなの忘れちまったわな。そして長芋をね、そこでは私の抹茶とこでは3日とろうなんだけども、年屋に食うとこもあるんだね、長く伸びるようにな、年屋に食うとこだったの。でじいさまはれそのとこってきた芋をな、あすりおろさせて食べたるべ、うめえかったど。そして正月になったわ、そしてふっと思い出したんだ、じいさま、あら困った、これ困った、孫ちょっと来てみろ、あのな、高校こういうわけでな、俺芋持ってきたべ、あの芋な熊に売ってもらったんだわい、んで熊な、おめえの婿様にしてやるっていう熊に言っちまったんだけど、どうしたべないとか、なんだべ、じんちゃんはそういうこと言ってんってね。んで俺に任せっせって、その娘賢かったんだな、すぐに名主様のとこに行ったと。そして名主様とどういう相談したんだか分かんね、その3日の夜、村の若者が大勢でわわ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 ってな来て、おい、お身内で熊の皮できたかい、熊の皮今年はお身内で作る番だから、お身内で熊の皮なんてできなかったら、お身内はこっから立ち去ってもらうんだから、でいや、みんなでわい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 言うだと。熊の皮か、ほんだ俺これから山さ行くこともできねえ、そうだそうだ、おらいさな、熊のな婿様に行くから、そしたら何、婿だって何だってとっ捕まえて殺しちゃって皮だけやるわい、ってこうじいさま言ったと。それ熊はな、いつ俺家さ行ってもらえんだべと思って、か物陰でな、かあの物置の陰でじと待ってたんだと。ほうさ、じいさまが婿だってなんだってかまねえ、とっ捕まえてな、引き裂いて皮焼かれって言うんだ。あら、そしたら俺殺されちまうんだわと思って、熊とっとっと逃げてちまって、それから熊出てこなくなったと。終わり。昔は熊の言葉分かったのな、今は分かんねえんだって。私スズメの言葉分かっぺと思って、一生懸命に毎日毎日スズメにいさくりやってんだけども、あのスズメとも私のとこね、あのあんまりくれないでと、台所の下まで来てチャ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 ってか、そうないから餌ってお父さんのご飯だ、仏様のひっからびたので、それで塀の土砂ずっと散らばしてくれるわけね。その散らかし方を細かくしないと、カラスが向こうから行ってヒャーッと来るから、カラスに取らんようにこうやって。そして私いるうちはあのスズメでも寄ってこねえんだから、そして私が畑の中さ入ったりすると、チェッチェッって見張り屋がいいんだ、ちゃんと見張り、こっちとこっち見張り屋がいて、チェッチェッってなると、こっちからもこっちからもパッパッパッと来てね、そこで組んでねえんだな。それをくわえて、そしてうちで広い駐車場みたいなとこがあるから、そこさ持ってって食うのね。だからあの一茶みたいになるにはよっぽど、あの面倒見ねえとダメなんだわない。いや本当に。それから今度熊は何目指してくんだったら、柿の木目指してくんだっつんだね。そやいこさんうちに柿あっぺっつが、いや柿あるよって言ったの。だけどおらえ来る前にもっと向こうの方に柿いっぱいぶら下がって、熊ふいっとくあの首上げて柿いっぱいアップしとったの。でもうちの柿狙ってくんじゃねえぞったの。でもね、金山町ではあのあんまり熊でっから柿みんな綺麗っていう命令出た町が出たんだと。困ってんだっけなということです。で金山町ってね面白い、あの私はあそこ好きなんだけど、いろいろやってんのね。ブク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 って、あのなんだ炭酸ガス、
あとその温泉もあるし、で玉なし豆腐っていうのがあるんですよ。玉なし豆腐は福島には来ない、高いです。でもそこの水がねすごくいいから美味しいの、美味しいです、このくらいの青豆のザル豆腐、あれ400円するんだ。それでも観光客が行ってわざわざ食べるので、美味しいのね。でこの前行って美味しかったな、新聞の記事見て、奥会津の語りとかっきり餅の、かっきりの稲の刈り上げのお祝いのお膳を作ってお出ししますっていう、記事が産業記事出たのね。で主催するのが奥山、奥会津消防の遠藤さんなのよ。で場所が玉なしの恵比寿屋、これ有名なのね、恵比寿屋っていうのは。でそこでやるっつからね、無理してね限定15人の中に入れてもらって行ったんですよね。そしたらそこでその一の膳と二の膳、語りの方は私の知ってる五十嵐七井さんだったから、それはまあ五十嵐さんはもう本当にとろけそうなお話なさるから、って感心して聞いたけど、そのお膳の方なんですけど、朱塗りのお膳ね、一の膳二の膳で全部地域の材料だって、あそこに野尻川って川がすぐ下にあって、そこでああいう泳いでんだもん、ああいうそれ取ってくればいいんだね、ああいうの塩焼きって。あとかぼちゃだって、赤かぼちゃ葉っぱで、あとね聞いたことに山の葉っぱみたいなのとかな、そんでその玉なし豆腐の湯葉のこう厚くね、と生湯葉とかお豆腐なんかもねきちっと染みたのとか、こんにゃくとか全部手作りで、二の膳で月で食べて、生き生きもあいいなあなって感動してね帰ってきたんですけど、その柿吉前って言われるのではやっぱり情けないなってね、今まで育てた柿ね言ってました。それで柿の話なんだけど、今度は狐に移すからまあこれも扱うの水原の話なんだ。水原の話で、400年くらいなんのかなんないのかな、この話なんて言ってね、水原に全米さんっていうとっても子供なら気立てのいい子供っつけど、気立てのいいじいちゃんとばあちゃんといたんだと、もう子供がねえもんだからね、負担じ、まあ仲良くたっつくりやってたんだべない。でじいちゃんほら山さ行って芝刈りだの死なんねし、時々山仕事行って、帰り道にキンキンって泣いてる狐っ子がいたから、それ罠外してやって、うっちゃ帰ってきてな、こればあさまな、これに餌食いよったらちっとな米はかどっから、ばあさまなんて言うかなと思ったら、ばあさまな、あらららむごいことって金継ぐすりつけてやってね、それから赤まんま炊いたり油揚げ食っちゃりして、その狐っ子育てたんだと。そしたらその狐っ子ちゃん面白くてね、いずもね朝になると東の方向いてポンポンポンと見つけてたんだと。でそしたらある時ねプッて火立っちゃうんだと。でその時柿の種が出てきたんだと、お尻から。あららら、柿の種珍しいなんなって、この辺で柿なのあんまねえから、じゃあこの種まいてみっぺって屋敷の角さまいたんだと。そうしたらなんつうもんだか、その柿すぐ芽出てな、グッグッグッ何年も経たないうちでかーくなって甘い実つけるようになったんだと。で三人してな、じいさまとばあさまと狐っ子と三人して「めなーめなー」って食ってたと。さっきがある日ね、こんにちはって狐もしゃべるんだな昔は。こんにちはってでっかい狐が来たんだと。あら、なんだべ狐、こたて狐なんだべと思ったら、俺は今日の伏見稲荷の使いのもんだと。ここに家督、あと次だな、ご家督の小水根さんがいらっぺと。俺はね釣りで帰りって言わっちんだと。いや
いるよ絆は、生きても俺らの子供だこれは。解散に、いや返してくんよ俺は解散にと、京都さん戻らんにって、まあやり取りしてるうちにとうとう連れて帰ってもらうようになったんだと。そしたらこのお礼は毎年させてもらうからってね。ほんで稲穂毎年持ってくるようになったんだと。その稲穂植えと他の田よりいっぺい米取れんだと。ほんだもんでじさまとばさまはまあすっかり安定した暮らしになったんだとね。でも善兵衛さんもその年取ったからな、亡くなったんだべ。でお墓あるっつうんだよ、その龍石寺っつ寺あんだ。龍石寺の裏の桑畑の中にあるっつうんだ。今桑畑ねぐなったけども、ねぐなったんでねえだ、桑つまりからこううっそとなっちゃったから、どこだべなって興味はあんだけども、そこまで入る気はしねえな。だから柿の木ってはあれは本当に、柿っつうのは栄養がどんな果物よりもいっぱいあるって言うんだもんね。柿赤くなると医者青くなるってね、昔から言われてたんだ。その柿切っちまったんでは残念だよね。他の国どっかの県でもそれ全県メリディとかのな、柿の木でって。あのね、奈良に行くと帯時寺前っていう定住あるんですよ。帯時寺前、そこで置いてすぐに帯時寺っていう寺があるんです。そこは清和天皇様がお生まれになった時にそこに祈願して、で清和天皇様がお生まれになったんだそうです。それから皇室で随分、そこにてこ入り、まあてこ入りっていうのかな、してやったんだけども、徳川家でもだいぶそこにやっぱり面倒見たんでない、そのお寺の。だ豪華なお寺じゃないです。私行った時はもう若いあのご夫婦、赤ん坊を産む前のご夫婦ごやごやと応じいらっしゃいました。でもあらかじめ言っておいたから案内してもらえたんだけども、それは厚木市、厚木市と松川、ね、篠室里と厚木と大阪のなんとかってとこに分隊、ね、あの大きいんですよそのお地蔵様は、本体は。その分隊をこう お分けしたっていうか、お祭りしたっていう記録が出てきたんだって。で今を去る20年くらいにはなんのかな。でその厚木の方が本寺から来たのか、本寺からこう来て福島のどこだって探し回ったら、松川の水原の龍石寺にあるのがそうだというふうになったんですけど、龍石寺だって昔ポコレン時そんなのなんだって栗の上さん上げておいて、あの埃だらけになってたって言うんですよね。で要するに小安観音なんだけれども、なんで帯時なんだってね。水原の今亡くなったおばあさんに聞いた話ね、昔な村の女子の人がな、こう夕暮れ時草刈り知ったんだと。夕暮れ時なんで草刈り知ったんだか分かんない、夕暮れ時草刈り知ったんだと。そしたら向こうの方から六部っても分かんねえかな、六部ってなんだって言われるけど、六部あの経文の中背負って白い着て、私幼い時あの人六部だっていうの見たような気もするんです。あの お坊さんの端くれなんだが、その経文背負ってあるんだから、そしていや日暮れちまった、どこさか泊まってこねえべかなって探したら、そこに女の人いたから、今晩お宅さん泊めてもらえにかいって言ったら、いや俺は嫁だから俺一人でダメだからうっさいって聞いてくるって言ったら、行って帰ってきて、泊めてやってもいいどうって言われたんだと。そんで泊めてあげてもいいどうって言ったら、ありがとうって言ってね、ところでお願いだ、本当に悪いけどもあんたのね胸
に俺ら一回頭つけたいんだと。いや 女の人たまげちまったべえ、知らねえ男の人さ、ここ胸さ、あ顔つけたいんだもの。いやダメだダメだったけど、なんとか頼む頼むって言わっち、しょうないから胸帯はとかねがったけど、まあまあ胸開けてね、男の人のどうだい、まあ抱かれ抱いたような格好になったのかな。そしたらありがとう、これで満足してありがとうってその六部は言ってね。そしてその女の案内する物置に寝せてもらったんだと。いやもうその女の人は恥ずかしべ、誰にも言えねえでいたわな。だけど次の日ね、ご飯屋なねべと思って物置さ行ったんだと。そしたら死んでんだと。あらららどうすっぺどうすっぺ、こんな動かねえよ、この着物着たまま動かねえでいるな、どうすっぺなと思ったけども、うちの人に言われではいらんにから言ったんだと。そして男の人らみんなして来て、その着物を剥がしたっけが、なんと金の塊だったんだと。そんでそのうちではその金を元にして、金を元にして一生懸命ほれ開墾したりなんだりして、その辺のあれして、すっかりその水原の長者様になったって話なんだね。どのうちだべなって、あそこのうちでねえかな、このうちでねえかななんて言ってけども、そして結局帯といて、そしてそのね金なのやってくっちゃから、そのお寺を建てて、そこにそのお地蔵様をそのうちで祀ったんだどっつ、それ龍石寺に祀ったんだどっつ話なのね。龍石寺のご住職なってのは何にも分かりません。おばあちゃんいる頃はちょっとそんな話知ったらしいんだけど、ということで松川にそんな話があるのね。で帯どき、結局その奈良の帯どきっていうのは、何や帯どきっていうのはこう帯どき解いてねあれするわけだから、まあお腹安産を祈るってことなのかな。え、なんでこんな水原の話になったからな。今度んちゃく水原でねえとこの昔、これはさ民話民話って喋ったけども、大体伝説とか世間話だね。おとぎ話はあんまり喋らない。で、あこの話してみっかなと思ってきたのが、お香寺っていうのね、お買う、昔の金遣いだと香を買うね、蝶々なんかテフテフだったね。だからお買う寺っていうけど、お香寺だね、お香寺っていうのの話が県北かな。昔昔ない、本当に人のいいお大臣様があったんだべない。でお大臣様だから、ほら下男下女、まあ何人も使っていた、住み込みでね使ってたんだべない。そこにお子っちゅう女の子が、まあ、使ってくなんしょって来たんだべ。でこの女の子は、いや働くわ働くわ、俺お母ちゃまお父ちゃまに言わっちゃうことはな、ちゃんと言うこと聞いてね、ちゃん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 やるもんだから、何かかにかすごく怒ってその雇い主の方は言うわけだ。それ今度は 下男どもが面白くねくて、いたずらしちゃくってばっかりいたのね。そしてそのお香は一番最後に台所を始末するときに、ね、大根の尻尾だのね、皮だのみんな捨てっぺ、普通はそれを残った火でトコ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 と煮でない、そして小じきくと必ずそれにくれたんだと。ケニャンドもは、あれや余計なことしろってお母様に告げ口したと。お香は勝手に野菜だの煮で食っちんだからとかって。そしてお母様調べたっけが、本当に捨てるものだけで残り火でやってんだからな、我が手間惜しまずやってんだから、こんなの送るもんでもねえと。
人様のとこ助けてんだからっていうふうにしていたったんだと。んでこれもねやっぱねそのやっぱ食べ物止めてんだよね。昔旗子なってそんなない時だから食べ物を止めたんだね。そしてやっぱお香に、おめの寝床に止めてくんにかってこう言ったわけね。とお香は我がの寝床にそんな知らねえ男の人ね止めるなって嫌だなと思ったけども、俺サッカー家みたいなとこにいたんだべね。でそこに止めたんだと。でお母様たちにも言ってね、あの止めてくるよって言うから、俺は寝ねで行くからいいって。そして止めてね。ほんで次の朝俺やっぱご飯持ってやんなねべで持ってったらば、やっぱ死んでんだと。いや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 、わっちの夕べの旅の人死んじまってる死んじまってるって。まあお子は泣いたと。そしたらお父様もお母様もみんな来てね、どれどれって、なるほどな、これ死んでんなと思って、やっぱあの衣服剥いだらば金塊だったんだと。それでお子、これはお前さんが一生懸命な今まで人のとこ施したから、仏様だからこの人は何だか分かんないけども、お前のその行いに褒め、行い褒めるためにこういう姿になってきたんだから、お前が自由にこれお前何してもらえてこの金でって言ったんだと。したらお子は、おら寺欲しい、寺か、じゃあそんなでっけ寺でなくてもいいくんば寺建てっぺなって寺建てたんだと。ほんで俺らっけして、まあお祝いね、出来上がったお祝いの時にみんなしていったべ、ほらお父様お母様お子みんな、ほらあの下男下女なぞろぞろと行って拝ましたべ。そしたらお子も拝ましたけが、トトトトってその寺の中に入っちまって、そしてパンとご本尊様になっちまったんだと。ああこれお子はあれは仏様の化身だったんだなってみんなで言って、それからお香寺って名前つけて今もあんだそうだ。どこにあっかは分かりません。はい、お香寺の話ね。それそっちの方金の話してから今一生懸命な、なんだやっぱり金塊が欲しくなったのかなこれ金の話してから。で金にまつわるあの高く沼の話ね。あれ三吉だったかな、あそこに熊坂長者っていうのはずっとあって、その名残が熊坂医院って今泉の方にあったんだけど、あの熊坂家の墓って甲斐なんだよね高子に。その熊坂長者っていうあの辺一帯を支配したところのまあ男の子ね、その三吉、何だ名前三吉だったかな、なんせ一年も飾ってねえからみんな忘れちまったんだ、うん、その三吉だと思った。それがね、うん、もう毎朝草刈りに沼のほとりに行くんだけども1時間も帰ってこねえ。帰ってきたと思うとびしょ濡れになって帰ってくる。それ1ヶ月も続いたんだと。だから周りの人、奉公人の人たちも神秘してね、なんだべあんな毎日毎日ってびしょ濡れになったんだよ、体を壊しまべと。で旦那様に言いつけたんだと。で旦那様来てみろと、おめえなんでそんなんなんだと。そしたらあのな、あの朝日べ、そして沼に朝日当たっべ、と沼の底そこに金がいっぱいあるように見えるから、俺潜ってその辺一生懸命探すんだけどもねえんだけども、毎日それが不思議で不思議でしょうなくて、なんとかしてその金捕まあの取ってきてと思って、そしてやってたんだと。そしたらない、じゃあ俺も行ってみっからって。次の日雇い主のね、お父熊坂長者様と三吉と行って、これでずっと日や朝日が差すの見たらば、本当に沼の真ん中にピカーピカってそこの方に沈んでる分かんだ。
じゃあ泳いで行ってみろ。三吉泳いで行ったべ。捕まえらんに。おかしな、おかしな。で、旗とその少女様、分かった。沼に金があんでねと。向かい側の山に金が埋まってて、そこに朝日が差してこう、その朝日の影つか光が沼の中心に刺さっと、そういうふうに見えんだなというのが長女様は気がついたわけ。それで向かいの山を掘ったらば金がいっぱい出てきたんだと。熊坂長女はまたどんどんとお金持ちになったんだとよ。でだいぶ続いたね、熊坂長女ってね。いつ頃亡くなったのかな。あのお墓見るとすごいもんね。あとね、私頼まっちる話なんだで。この前ね、思い出したのは、この前新白川駅に集合して貸しトンネルをくぐって下郷に抜けて、下郷の猿楽台団地、そば団地を見て、そこのそば食べたんですけど、貸しトンネルくぐったのね。その時思い出したの。ああ、そういえばあの話喋ってくよっちゃずっと話してねえなと思ってね。これは何がの時にじゃ一回は話さなねえなと思ったのね。それは今の下郷町に朝日田となんとか合併した朝日田なんていうのかな、そこで円蔵っていうね、呉服商い、反物を取り扱う反物売り、呉服屋だね、まあ、ちっちゃい町村かの呉服屋があったのね。そのじいちゃんは円蔵っつうんだわ。じいちゃんつうのは私の職場にいらった人のじいちゃんだから、これは江戸時代の話です。で、江戸時代は南会津の経済は白川、奥会津は新潟。奥会津と南会津違うんだからね、あれものすごく違うんだからね。奥会津は威張ってんだからね。俺の方が格式高いくらいの感じで、奥会津の方はお蔵入りだから、やっぱお蔵入りになったって言われがある。それで年に何回かね、反物仕入れに行かなねえわけだ。その時に菓子峠を通んないと白川に行かれないね。すごい山水で、ある時ね、帰り道に樫の木の根っこで泣いたちっちゃい動物いたから、あら犬っ子捨てらっちゃんだわよこれと思って、それ拾ってね、売ったきて一生懸命育てたんだと、その犬っ子のな。1年経ったべ、したら近所の人たちが、おめえよあれ犬がい本当に、あの尻尾の具合見だってなんだって、あれ犬とは思わんにぞい、じゃなんなん、オオカミだべ、オオカミ、オオカミでねえべんだって言ってな。だけどもオオカミだから、こんなにここさおかんによ、いや円蔵さん泣く泣くな、もう2歳くらいになった時、2歳になったら本当にでかくなったの。ほんで、いや今度その次の仕入れの時に山に連れて、おめえはここで生活するんだぞって話したんだと。まあ、それからまた何年かったっての話だ。その仕入れのことでちょっと遅くなってない、帰り道になったっけが雨は降ってきたし、いやとうとうその峠の一番高いところあたりまで来たっけが真っ暗くなっちまったんだぞ。いやいや、こんな暗くなって、ほらこんな山にな泊まった子もねえし、まあ通い慣れてる道ではあっけども、夜になったから今度道が分かんねえよね。そしたらね、なんだかその辺からピカ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 ピっていっぱい星のような目玉、何かピカピカピカ見ると、ああこれは狼だと、狼の群れだと。そしておおっち声も何声も聞こえるんだと。いやこれは大変だ大変だ、俺はこれとうとう狼に食われちまう。いや覚悟を決めて、それでも逃げるようにしたらば、ひゃいっと、ま、前さまわったでかいのがいいんだと、狼がね。そしてうわーってすごく動いてほいだんだと。
いやいや、これ大神の大将が、いやこれに食われるのかと思っていたっけが、それがね、頭下げてんだ。上で食うんではねえだな、これなんだべな。よくこう見てない、神様のとこ見てこいって。涙流さんばかりの目してんだ。ほんで神様、はあ、もしかしてと思って、貸し、貸しかお前、貸しって言ったっけが、うおーってまた泣いたんだと。そしてとっとっとっとね、歩き出したっけが、後ろの狼だ、地味な田舎の閉めたんだと。そしてとうとう朝、その呉服屋の前まで送ってきて、そしてくるっと向き変えて山の中に入ってしまったんだと。それからつむのは狼に追っかけられちゃうことはないかったって、円蔵さんがな、子孫の人たちに言い伝えてきたもんだから、この話語ってくなんしょって言わっちんの。やっぱ動物もこう可愛がって育てればいつか恩返すんだぞってね、そういうことです。はい、あんまりいい話ではないかもしれないけど、本当こんな話でね、話の方がいいのかな。何喋ったか忘れちんだから、だいたい同じようなとこばっかりなるべく今まで喋んなかったの。私はここに書いてありますように、湯川村って米しかないとこね。その代わりあの米は全国でも1、2番人前べって言わっち、米のマイスターつのか、5のラン、一番高いランクに位置づけらっちゅうのね。確かに悪いけど、言っちゃ悪いけど、あのこの辺の米よりやんまいよ、でも炊き方だ、ご飯炊き方。それでちっちゃい時こう聞きながら育ったのね。で私はばあちゃんに聞いて育ったので、ばあちゃんはどっから嫁に来たっつうと、会津若松の町北町なんですよ。で そこから15の時湯川村に嫁に来たのね。で私が職場にいた時の上司だった人が武藤さんっつうんだけど、その方も町北村の出身なんですよね。そしてばあちゃんから喋っ、まあ、聞かさっちだのが、私がこんな話、あの話語りやんだなったら、その武藤さんが電話よこしたの。八重ちゃん、あのな、おら父時な、こんな話聞かさっちゃんだぞって、じゃあ喋ってみてって電話の向こうに喋ってもらったの。そしたら全く同じ話なの。だからこれはもしかしてあんたもそう聞かさっちかもしんない。ところがこの辺の人は別に語ってんだよ。それはね、売り子姫の話。ざっと昔ない？ざっと昔だ。あそこにじいさまとばあさまがいたったと。これもう本当に桃太郎と出だし同じだから、桃太郎の話が。でじいさんは山に木切りに、いつのは燃料だね、燃料を確保に、ばあさまを川さ洗濯さ行ったと。そしたらば川上からでっけえ売りが流っちきたんだと。あらばあさま、あらら、まあ、その売りだけどこっちゃこう、売りこっちゃこう、こっちゃこうって言って売り寄せて、ああこれこんなに重いんだもの、これなんぼが身詰まってめえべえなあと思って、うっちゃ帰ってとだなさ、とだなさいっち、じいさま帰ってくるまで待ってたと。じいさま帰ってきた。じいさまよ、今日売りな、川で川から流ってきたんだ、食うべなあって、包丁でちょっと切れ目入れたけがパチンと割れて、中からめんげん女っ子まっちゃと出てきたんだな。あららら、らめんげん女っ子だな、これ、あらら、俺らに子供ねえから神様さん付けて食っちゃうんだべ、いや育てっぺなあって可愛がって育てたと。まあこの売りから抹茶から売り子姫って名前付けてな、これがな、まあ賢くてな、器用で旗折りトン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 ってやっぱし、あご飯作っておくれ、おげようって作っておくべし、何ほどいい娘だったか分かんねえと。ある時その辺をこう支配している
立の殿様若殿が通りかかって、あらなんだってこんなとこにいい娘いんだわい、俺もらいでーとなったと。そしてトントン拍子でこれその殿様の嫁になることになったんだと。だから爺様と婆様はあ、嫁さくりになにからあげ衣装買ってくんなねべ。だからあげ衣装買いに町に行かなね。で売り子姫、俺らな町さ行ってくっから、おめえな誰くっかわかんねえ、特になお金のは天の弱だぞ。だから絶対戸開けてなんねえぞ、戸開けてねえぞ、それだけしっかり守りよって爺様と婆様買い物に出かけたと。そうしたらそれ山の方で見た天の弱、おういなくなったなとなって、そしてそのトントン、売り子姫売り子姫戸開けろ、ダメだ開けろ、ダメだ開けろ、開けにととぼこすぞ、ダメだって言ったっけがな、とぼこさったんだよな、悪いからちょこっとだけなってちょこっと開けたっけが、そっから爪キャーッとかけ引っ掛けてとガーッと開けて、あの売り子姫のとこ捕まえて、そして着物、上の着物剥いで物置の中さ縛り付けちまったんだと。こうして真っ暗になってから爺様と婆様帰ってきたべ、売り子姫今帰ったぞって、おいなってなんだか変な声な立ててんだと。だけど真っ暗だか分かんねえ、ほら飯食うべなってな、暗いとこで、暗いよな、昔何もねえんだからいろいろ日しかねえんだから、暗いとこで飯食った。で次の日もな、その着物が同じだべし、うん、ウリコ姫だと思って、ウリコ姫あの今外の畑さ行ってくかなとかって2、3日そうやっていたんだと。そのうちほれあの殿様のお迎えが来たわけだ、看護が来たわけだ、だけがウリコ姫のとこもらいに来たぞってその家来たちが言って、看護を下ろしたっけが、はあそのウリコ姫に化けた天の邪がさっと看護の中に入っちまった。そしてその家来ども看護を担いでこうずっと行ったと。そしたらね、白い鳥が看護の中は天の邪く、売り子姫は物置だって、こう白い鳥三便だっつんだな。これもなんだおかしな鳥だなと思ってるうちに、あとくっついてきては看護の中は天の邪くって言うんだと。まさかと思ったけども、じゃあ芋でもぽっこんで食わせてみっぺになって、長芋看護の中さ行っちゃっけが、顔も向かにてむしゃ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 って食ってる音聞こえるんだと。あれ売り子姫ならこたこたしね、やっぱ天の邪くかって。そして戸をずっと開いてみたら、売り子姫でね天の邪くが乗っかってたんだと。ほんで引きずり下ろして、ちょうどそば畑あったから、そこさ引っ張ってって、その天の邪鬼を殺したんだと。その時血がバーッと出たから、そばの茎は赤くなったんだと。そして今度家来の人たち玉木で売り子姫の家さ戻って、物置をあげたっけが、物も食わせらんにでほれ縛りつけられちゃったんだべ。ほんでまあでも売り子姫な息もあったから、それで 2,3 日気をよさせて、今度は改めて殿様のうちにお嫁に行って幸せに暮らしたと。じい様もおば様もずっと末永く幸せに暮らすことができたんだと。はい、売り子姫の話終わり。ざっと昔栄えましたとね。これがこの辺だと売り子姫が殺される話だとかな、あの会津の話ってね、その殺すとかなとかってとことん悪いとこまでは行ってないで止まんのな。だからそれとこの辺の話し方とはやっぱこう伝播していくうちに違ってくるんだなと思いました。
それからね、私あのコナンの二瓶滝さんの話が好きで、あーこれ語っかなと思ったのそれ忘れちまったね。火の車はこの前語ったんだ、火の車ね。でそれあの単価にして民謡に出したらば、あの乗ったのね、火の車をのあのおのおりが作り、おのが乗るっていう短歌作ったんだけど、火の車ってあの地獄の火の車ですよ。私はこの話がねすごく好きなんですよね。あの湖南っていうところは昔はあの道路も猪苗代湖この方の道路も通ってたけど、船物資は船で全部行ってたのね。三森峠とかあそこの峠2つくらいあって、あの郡山から猪苗代に行くね。で旅人が必ず郡山から峠を越えて若松に行く間に泊まんなかなんだよね。それがあそこに宿場町が袋もあるし三代もあるし、縦には泊まんなかったのかな。その二瓶滝さんって人は縦で生まれて三代に嫁に行ったのかな。でその人はね、いろんな話あんだけど、そのうち二つはいいぐって言って火の車の方よりあっちの方がいいなって、なんだか今ど忘れしてたのね。まあ侍がずっと猪苗代湖のほどにずっと歩いてきたんだけども、ちょうどその旅籠まで行くには遠いし、どっか泊めてもらうとこねえかなと思って探したらば、こう屋根は崩れかかってけども石塀の回さったような立派な屋敷があったんだと。でそこに入ってね、今晩泊めてくなんしょうったら女の人が出てきて、いやー何にもねえけんども、ここでよかったら泊まってくなんしょうって言ったからね、泊めてもらうことにしたと。と夕食はほら山菜のものとかな、にわか玉のありきたりのものを出してもらって温まって話したんだと。なんだって立派な家構えだけどもどうしたんだいって、いやー実はここは大変な地主だったんだ、でもうちの旦那が亡くなってからは落ちぶれてしまって、みんな下男年男か、あの辺年男って見てんだな、年男ってのは、年男とか下男っても言うけど年男って見て、男はあの働く男たちね、男でみんないなくなっちまって、俺は人んちは百姓できねえと、ほんで荒れるに任せてこうやっていいんだって。でもよかったらそのその上の部屋に寝てくなんしょっていうことで、まあ、そこに休ませてもらうことになったと。そしたらね、まあ座敷ではない昔の漆塗りの柱でね、床の間にも違いだな、なんかあって、昔は大層な家だったんだべなと思ったと。そしてくたびっちゃからまあ寝ついたわけだ。そしたら夜中にね、ギシッギシッって音とうなる声が聞かれるんだと。なんだべこの物音はと思って、ふすまちょっと開けてみたっけが、隣の部屋でその女の人がの部屋だべな、ね。そしたら火の車がボンボン燃えてて、そこに女子の人が乗っかって、うめえてだ、もううめえていいんだ、真っ赤な火の車の上で、うわおっかねえもの見たやと思って、侍な年見て、まあでまた眠ったんだべ、なんだべあの女の人はと思って。で次の朝はいろりばたさ降りてきて、おはようございますって挨拶して、その顔見たっけが、あらこれは夕べの火の車の女の人だと思ったんだと。あの夕べあんたうめえでねかったかい、はい見破られましたねって。そして実はそのうちの旦那は
遊びほうけてた使命に、まあわた、まあ、その言葉、まあ、滝さんが私って言ってんだから二号だからな、二号だから愛人だから分からないけども作って、そこに入り浸りになってとうとう女の子を産ませたんだわ。その赤子を育てろって持ってきたんだ。で私に子供ができねえからばっかりその旦那は女遊びしたんだべからと思って、その子供のとこ一生懸命育てっぺと思って育てて肌ったんだと、同時にその旦那は死んじまったんだと。んでまあその女の子と二人でこうやってずっと暮らしてきたんだけどもって、ところがその女の子が4つか5つになった頃、布団作りやってたと。布団作りね、ずっと布団こう引いて綿引いて、今仕上げ、こっちの体を持ってこっちの体を持ってこう仕上げっぺと思った時に、後ろからバーッとこうふざけたんだけども、こうバッとふっかけられちゃべ、こっち綿がこうなってんだべ、これ布団作りした人にでわかんねえな、その瞬間が。んだもんだから憎たらしくなって、その布団にぐるぐるっと巻いて、そして井戸しったボコンとして殺しまったんだと。だけどもあの布団また持ち帰って近所の人には井戸咲いて死んじまったということに知ったんだけども、それからっつものは毎晩その火の車に乗っかるようになったんだと。苦しくて苦しくてしょうがないんだってその女の人言うんだと。だからそれは供養が担任だよ、供養して娘の供養して早く木張れるようにしなって、その侍は会津、まあの方に向かって行ったんだと。で次の年ずっと帰り際またそこら辺で暗くなったから、また泊めてもらうことに しようと思って入っていったと。だっけが家もきれいに片付いたし、女の人も顔が落ち着いていたんだと。そしてあんたさんに言われて、お侍さんに言われて、俺はあの供養し一生懸命供養したって、で心が晴れたって言ってたっていう話ない。だからやっぱり今殺人なんかしたら韓国そこら辺捕まっていかないことだけども、昔はまあ供養しとそれで罪は、まあ、帳消しになるんだなっていうことなのかな。で火の車はその侍さんがね、火の車っちゃ自分が作って自分が飲んだよと、火の車は。だから年の暮れに借金で首回んね火の車だってみんな言うべしね、あれ意味ばかって言ってんだかなんだか知らねえけど、要は火の車は自分が作って自分が乗ってる、そういうことを侍さんは言ってったっていうこと。それでわちこの話するんだ。もうそろそろ火の車に乗んなにくなっちまうかな、今年は特にね。だからあの分かっていただけたでしょうか。コナンっていうとか本当にいろんな話が方向でね。じゃああとどこの話かな、いっぱいあってね、いっぱいあるから何かって言われるとずっと出てくるんだけど、何かどんな話。じゃあひづねにまた戻っか。ひづね、あの私ひづねの話、あの忍山のひづねの話いっぱいあるんだよね、15くらいあるんだ。それで最後の頃のひづねの話が一番好きなのね。それはここはどこだ、あそこに大きい交差点あって、北町交差点っていうのがあれで国道になってっぺ、馬頭観音あっぺ、豊田町、あれ昔ね馬喰町って言ったのね、馬喰町で馬の馬市建てたのよ、その頃の話。昔な、いっぱい森の東側に長谷川さんかなっていううちがあったんだけども、これがな、あの人の保証したもんだから落ちぶりできたんだと。ところがその人はうんと信仰心が深くて、あの愛宕神社、一般森の一番上に愛宕神社っていうのがあるのね。
その神社に毎日毎日お参りするような人だったんだと。ところがそういう哀れなことになっちまったべ。そして裏に、忍び山の狐の一匹、一番悪さしたのが一回狐で尻尾がふさふさした狐ね。鴨左衛門は人間が狐になったのが鴨左衛門。あ、鴨左衛門の話とできるな。うん、鴨左衛門。それから長次郎っていうのがその黒っぽい狐。それがいっぱい森の長谷川さんの裏に住んでて、いつもご飯なのもらってたんだと。肝心の狐、忘れてました名前。その3匹だよな。ほんでその鴨左衛門は化け方が下手、化かし方が下手、人間だからもともと。ほんで片っぽの2匹はその化かしてばっかりだわけだ。そしていやいや俺らも飽きちまったな、化かし方な。俺なこれ長谷川さんうちにうんと世話になってたんだけども、今な落ちぶれちまったんだわ。だからなんとかちと恩返ししなねべ。ほだな、どうする、どうするだってな。そうだ、あのな、あそこになたった残さっちゃ財産っつうのは15歳がになったうまい一匹、おんぼろのなうまい一匹いればあれしかね。じゃあいい、それ売ってやっべとなってない。言ったと、俺お山のゴンボだよ、やっぱゴンボ、ゴンボギツネ。俺お山のゴン、お山ゴンボギツネ。俺バグロのゴンベだけども、うん、そんなの言いにかったべ。いやそうだ、俺バグロだ。おめえちにうまいっべ、それ売ってきてやっべ。こんなんま売り物なんねえぞえ。いやサスケね、俺言ってくからって。そしてゴンボな、まあ、どこらどこら釣り出してチッと行ったとこさ、俺長次郎にいつね黒っぽいべ。長次郎おめえこれさ乗れ、この馬さん乗れで、何かちょちょちょってまんじないしてるうちに真っ黒結局の馬になってね、5歳のピカピカの馬になったんだぞ。この馬ピカ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 って、いやそれ引っ張ってない、あのいっぱい森からそのバクロ落ちまで来たべ。ちょっと毎日だから、いやワン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 の人混みでない、そこさのピカピカの5歳パンが行ったもんだ。いやみんなたまぎずって、はあ今来たな、俺欲しな俺欲しな俺欲しなって、せってるうちにとうとう御両になったんだと。この辺で闇どかねバリからと思って、じゃあそれで打ってね、押して打ってゴンボウばっか帰ってきたんだべね。はいこれ金になったぞいって、したら間もなく長十郎も帰ってきたんだと。だから長十郎が馬に馬の上に乗っかってたのかな、よくわかんない、どうやって化けんだかは。そして金ね出して、こんな高く売れるはずはめと、いや売ってきたから助けねってなって、それから長谷川さんうちはね、まあ元の新書取り返したんだそうだ。リアルだべこれね。これが本当になるな。でね、そのゴンボウギツネだの長次郎の末終わりはどうなったかってことね。ゴンボウギツネはまあいろんなことで尻尾なくしたっつうことでいろいろな説があるんだけども、まあ鴨左衛門がね、魚取りがうまいわ、あれ阿武隈川の蒲田の船とかどっかであの辺でうまっちゃうんだ。だから魚取りうまいのね。でゴンボは魚食いでんだけど取り方わかんねえ。しておい俺魚食いだけどおめえどうやって踏んだいって言ったら、そんなの簡単だ、寒い時ない沼ん中さ尻尾いっちしばかりおくと魚が尻尾さいっぺく飛びつくから、そん時さっと尻尾あげればな、
いっぺ魚食いぞって鴨左衛門狐を教えたんだと。ほんで棍棒喜んでね、それやったと。いやよく張ってっから、あーちょっと尻尾重たくなったなと思ったけども、もっとかかりもっとかかりってずーっといるうちに朝方になってきたんだと。いやそうしたらね、ぬくびと思ったら、はあ、こうって沼こっちまって、なんぼ引っ張っても抜けねえんだと。ところが小村たちいっぱい起きてきて、おおおさこさ傷に引っかかってる、あれあの取って食っちまべって子供ら騒ぐもんだから、どんなことしたって我が生きなかないと思って、思い切りスパーン抜いたっけが尻尾なくなっちまったんだと。ほんじお山のゴンボウニズネは、お山のゴンボゴンボってゴンボにこっちゃ、お山のゴンボお山のゴンボって構わっちない、本当に困っちまったんだと。そんじ山伏様な、ゴンボウってのは山伏様のことを言うんだから、本当はな、それを俺ゴンボウだなんて嘘ついて狐が化けて、あのゴンボウの名前なんて使ってたから悪いんだ。そこの山伏様のとこさ行って、俺とうとうゴンボゴンボって言われて、だんなにいじめらっち、はあ困ったって言ったら、ほだおめえはよっぽど悪いことしたからな、今度は人間に尽くせって言っち、この辺はお介護様やってる、眉できる、そうするとネズミがな眉食う、そうすると眉は売り物になんねくなっちまう、おめえ猫の代わりやれって言っち、それからっつうものは猫のごとくネズミ追っ払い一生懸命やったんだと。だそれ死んじまったべ。そしそこの山の西坂さんが、気のとこだからまあ埋めて猫稲荷って稲荷様に作ったの、赤い鳥居立ててな。で今はねペットの神様になってるわ、お山のペットの神様、みんなね犬抱いたり猫抱いたりしてチャランチャランとして結構稼いでんだ、今死んじゃっても。で一方ね、あの長次郎はやっぱそこで死んだのね、あのいっぱいもいで、んでその長谷川さんがこう掘る穴にこっちのやったりとくって、これも小一で赤鳥ね、二匹とも。それから一番立派なのは何だって鴨左衛門よ、あそこの石ヶ森のね、あの社は大したもんだびした。しかしあそこに行ったって、これ狐が建てた、狐のために建てた社では書いてはねえけどね、あそこが次の死にどころかい、鴨左衛門ということね。なんだか本当にあったようなねえような鴨左衛門っていうのはその鎌ったんだよね。でこれはね、抹茶時から利口な青年でね、育ってからもすごく頭はいいし立派な青年なもんだから、あの百姓させとくには持ってねえとなって、岩沼の竹駒稲荷のに見習いに出したんだと。ただそれはほら持って生まれた利口な頭だから、仕事はテキパキやるべし、宮司様からすごく重宝が来てね、今度うちの家督が伏見稲荷で、あのなんか偉いくらいもらえもらえから、その時お前ついてけってやつついて行ったんだと。そしたらその京都に行ったら、その伏見稲荷みんなその何かハンコもらいたくってわー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 して、そこでついちょっと手出しまったんだと。そしたらベタッと小一の赤いハンコされちまったんだと。途端にね狐になっちまったんだべ。そして帰ってきたと。まだ狐の姿にはなってなかったんだかなんだか、とにかく小一のそのままうつ帰ってきたんだべね。あそうだ、そしてうちの人たちがいやいやね京都まで行ってきたんだと。ほんでどんなに偉くなったべかってみんな歓迎会開いたんだと。そしたらね、大好きなぼたもちなの食わねえで油揚げだのなんだそんなばっか食ってんだと。
おかしななんだべなと思って、もうくたびっちゃんだべって寝せたと。そしてお客様たち帰ってっちまってから、親たちがどれ息子の顔を見てくかって座敷に行った。そしたら月の明かりに照らされて、なんだか顔がおかしいの。耳がピーッと立ってっぺし、なんだか口がこな目のほもり下げてっぺし、あれと思って布団を剥いだら、そこにはキズネがいたんだと。いや、そして化け物だ化け物だこれって飼いがかった人たちからみんな来て、バタ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 って裸からね、もう痛くて痛くて、それから鴨左衛門は廊下から出て逃げてね、そして川さ行って我がの姿を映したっけが、完全に狐になってたんだと。そして、ああ俺はこれのハンコのせいだ、いやこれは人間に戻らんねえだわいとなってね、そしてお山の権坊に相談に行ったわけだ。でお山の権坊が、ほんじゃ俺らの仲間さ入れっつって、それから面倒を見てもらうようになったのない。それで狐になった。はい、終わり。なんだいい話できないとき、ごめんなさい。なんだかいい、うん、本当はねとってもいい話するわけで来たんだよ。じゃあ、あの長時間ありがとうございました。じゃあまた来年も元気に、あの、はい、よろしくね。今度はな、コロナいなくなれば滑らかに語れるなと思うけど、ほんと10ヶ月もね、小出さんにでいっと、うん、すっかりダメになっちゃった。はい、すみませんでした。ありがとうございました。